イブの眠りは、吉田明夫の漫画作品。本作は、小学館の月刊フラワーズ2003年8月号2005年11月号にて、連載された。コミックスは、前後館が出版、発売されている。作者の前作である夜写、夜舎、夜舎マイナスの正式な続編であり、前作の主人公、アリスエセイの娘が主人公になり、前作の登場人物のその後が描かれている。 また、作者の過去作である、バナナフィッシュと、作品世界を共有し、一部のキャラクターが引き続き、登場している。月刊フラワーズ2002年12月号に、夜叉夜叉マイナス本編で明かされなかった謎解きと本作を、繋げるエピソードを描いた、玉送り、同志2003年1月号に、本作の登場人物兼黒崎とルーメイク案の、 出会いのエピソードを描いたハウメアの娘がそれぞれ発表されている。なお、これらの作品は単行本イブの眠り第一巻に収録されている。また2003年8月にフラワーコミックスより前作のガイドブックヤシャオフィシャルガイドブックファーストジェネレーションが発売されているが、これには本作登場人物の人物解析などが載っており、 作品世界をよく知るための手引きになる。かつて奥、上島を襲った悲劇から十八年の月日が経っていた。ハワイ島に生まれたアリサクロサキは、父の剣、母のルーメ弟のシンジと共に健やかに育ち、竜の娘と呼ばれる気品あふれる美少女として周囲からも一目置かれる存在。しかし彼女は、幼少時より時より信じがたい不思議な力を見せる時があり、 それゆえ彼女を恐れて意味嫌う者もいた。実は彼女の出生には秘密があり、アリッサは本当は剣の子ではなく、ルーメイトただ一世を共にした別の男との間にできた子であった。バイオテクノロジー分野での世界的企業、ネオジェネシス社に神経細胞成長因子という改造遺伝子を組み込まれ、現世人類の能力をはるかに上回る。 新人類として密かに生み出されたその男の名は、アリスエ聖。現在では、世界最大の製薬会社、アマミヤケミカルグループ社長、アマミヤリンと名を変えて、席を置く謎大き人物である。ある時、気晴らしに、バイクでドライブしていたアリサは、この頃よく目の前に現れるようになった見ず知らずの、森の妖精のような少年の指さす方向を見る。すると、 定期便ではない一機の飛行機が島に到着するところだった。一方、そのプライベートジェットに乗ってハワイ入りした中国経済界の主良心、スーリンの息子、列は到着早々に部下を連れ自ら黒崎家を訪れる。かつての知り合いの息子の突然の訪問をルーメイは心よく迎えるが、その口から語られたのは思ってもいなかった事実だった。列は、 死んだ双子の弟、天宮凛になり変わって、天宮財閥を動かすアリス末聖と、父親の極秘ホットラインが何者かによって、ハッキングを受けたことを告げ、父親の命を受け黒崎家の人間に、自分たちの被護下に入るよう説得しに来た。人類史上最高の天才である聖のシステムに、入り込むことは、常人では考えられない。おそらく以前日本で起こった事件の関係者が深く、 関与していると思われるが、その正体は、真ですら、未だ全容を掴み切れていなかった。ひょっとしたら、アリサの出生の秘密も知られてしまったかもしれない。奥上島事件後に、表舞台から姿を消したはずの新人類の子供が、いると知れたら、間違いなく、事情を知る関係者の標的になるのは目に見えている。その事実を関係者以外の誰かに知られてしまった以上、 アリサを無防備に放置しておくことはあまりに危険すぎる。ことの重要性を懸命に特別だが、家族を余計な危険にさらしたくないと考えるンは、自分たちを、そっとしておいてほしい、とこれを拒否。ケンとルーメイは、島で見かけないものが2、3日前から、黒崎家の様子を伺っていることをそれとなく、気づいており、いざとなれば、元傭兵である自分たちが、 親として、娘のアリサを守るつもりでいた。予想されたこととはいえ、剣の堅タな態度とアリサが、不在だったことから、仕方なく、列はその場を引き下がり、一旦出直すことにする。翌日、列たちが再び、黒崎家を訪問すると、アリサの弟、シンジ以外は、留守にしていた。姉さんに会わせてくれという列の直球の質問に、シンジが思わず突っかかる。 その慌てた様子から、アリサだけが己の出生の秘密を知らされていないことに気づく列。とそこに、アリサ本人が突然現れる。列は、アリサのあまりの美しさに見とれつつ、とっさに、シンジとメルトモで夏休みを利用して、ハワイに遊びに来たと取り繕くろうが、前の日に、少年から掲示を受けていたアリサは、列に、島の案内をすると言って、ツーリングに連れ出した。 心配したシンジとショ昭エーラ、列の側近たちは車に乗り込みその後を追う。猛スピードでバイクを飛ばしアリサたちが向かった先は、行動から30分ほど外れたところにある滝壺だった。アリサによると、ここには強い霊力が宿っているという。と突然、列が滝の上に男の子がいると言い出した。自分にしか見えないと思っていた。 少年が列にも見えていることに驚いたアリサは、その少年が自分は9歳の頃から見えていること、そしてその少年は森の妖精とは少し違って自分に何かを教えたがっているように感じていたこと、そして少年が指さしたのは列のことだとすぐに分かったと言い、霊力の宿る聖なる場所で嘘はつくな、と列に来訪の本当の目的を言うように迫る。 アリサの心の中で全てを知る覚悟ができていることを確認した列は自分は君を守りに来たと言い,い、正直に目的を告げる。しかし、それがアリサの出生の秘密に深く関わることまでは口にしなかった。だが真相を隠すことでアリサを救いに来た理由をうまく説明できない列をアリサは一生に伏して自分の身は自分で守ると突っぱねる。思わず、 一に入る列を軽く投げ飛ばし、自分は竜の娘だから誰も手出しはできないというと、列は自分が生まれた時に風水師から、この子は竜の血を受け継ぐ娘を妻にめとるだろうという信託を受けているから、アリサは将来自分の妻になる人なのだと突然プロポーズする。これにはさすがに呆れたのか、アリサはせっかく観光に来たんだから、 月の女神の祭りを見ていくといいと言い残してその場を去る。同じ頃、黒崎家オレツの父、シンが自らの危険を顧みずに来訪していた。シンは、ケントルーメイにハッカーの正体が分かったと告げ、一枚の写真を見せた。それを見た黒崎たちは、愕然とする。そこに映る人物は二十歳前後にしか見えない、アリスエイの姿そのものだった。しかし、 写真の男は、聖や亡くなった、甘宮ンとは明らかに違う人物とわかる、鋭く冷たい氷のような暗い瞳を持っていた。それはまるで人間味の感じられない人外の殺人鬼を思わせた。考えられることは、聖がネオジェネシス社にいる時に保管された体細胞が何者かに持ち出され、新たにクローンが作られた、というのが、アリスエ聖自身の出した見解だ、とシーンは言う。 実際この男は、四季と呼ばれ、中国の闇組織、赤サソリと共に行動しているらしい。この男を生かしておけば、必ず世界に薬剤をまき散らす。そして、極秘回線にハッキングしてきた以上、ごく近い将来に何らかの意志を持って、アリサに接触してくることは、間違いない。もし、四季が本当に、生のクローンならば、生と同じ運動能力を持っている。 可能性が大きく、そうなれば人間の手で守るのはほぼ不可能。このままではアリサが危険にさらされるだけ。事態は剣ラが思っていた以上に切迫していた。その頃、月の女神の祭りで巫女の踊りを舞うアリサは自分に送られてくるまがまがしい絡みつくような視線を感じ取っていた。その先を追うと、ヨットパーカーのフードをまぶかにかぶり傍らのヤシの木に、 腕組みをしている一人の男がいた。周囲の心配をよそに、式の手はすでにアリサに伸びようとしていた。本作の登場人物の多くは、前作、ヤシャ、ヤシャマイナスの登場キャラクターの後の姿である。過去の詳細な経歴はそちらを参照のこと。ありがとうございます。